こんにちは、アートの扉トリューフォーキッズの林先生です。この音声メディアでは、私がアートを通した教育現場で大切にしていること、どんな視点で子どもたちのありのままを承認していくのか、その環境をどうやったら守れるのかという視点を通して、皆さんと一緒に気づいたこと、感じたこと、学んだことを共有していく番組です。今回はいつも授業の後に保護者の方からいただく質問や相談、メッセージに答えていくシリーズです。今回息子は初めてのアトリエ参加だったので、最初の規範のところから少し戸惑っていたようでした。思えば今まで通っていた幼稚園のアトリエや学校の図工はある程度インストラクションやテーマが決まっていて、その範囲の中で好きなように制作をしていたので、初めてのアトリエの自由さに戸惑っていたのかもしれません。ちょっと別件でバタバタしていた私を呼び止めて、何を作っていいのかわからないと聞いてきたので、何でも好きなものを作っていいって林先生言ってたんだよね、じゃあ今一番好きなものを作ってみたら、お兄ちゃんが昔同じのを作った時はトリケラトプスを作ってたかなと声かけしました。少し考えて、今お城が好きだからお城にすると決めてからは出来上がるまで完全に親不要でした。終わる頃にはすっかりアトリエにも林先生にも慣れていたかと思います。これからも時間が許す限り参加させていただいて、自由に作品を作る楽しさを味わわせてあげたいなと思いました。親向けのミニ講演聞けなくて残念でした。次回参加するときは私も都合をつけて聞かせてもらいたいなと思います。追伸、小6になりなかなか兄は参加できなさそうなのですが、また根津のアトリエ行きたいなとよくぼやいています。ぜひまた根津でも開催してください。というお便りでした。これ実はお兄ちゃんがもうずっとアトリエに通っていた子のお母様だったので、戸惑って、初めての参加に戸惑っていた下の子の質問、何作ったらいいかわからないっていうのにも上手に答えてあげてくださって、ありがたいなと思って感動した一件でした。より自由に自分らしくできるようにっていうことをいつも考えて、素材やテーマを選んだり決めたりしています。親向けのミニ講演会っていうのはこの当時はですね、授業の中でやってたんですけれど、今こうやってラジオで聞けるようにしていますので、今後も楽しみにしていてほしいなと思います。初めてのアトリエ参加のお子さんのリアルな反応っていうのはこういう感じかなって思います。自由にしていいって、自由ってどういうことだろう、次何したらいいんだろう、自分で聞けばいいんだよっていつもアトリエだと答えてあげるんですけれども、この時はうまくお母さんが林先生好きにしていいって言ってたよね、お兄ちゃんこういうふうにやってたねっていうふうに言ってあげていて、そこからはもう夢中に、多分自分に聞けばいいんだって分かったんだと思うんですけれど、自由に制作していたんだと思います。こういうふうにね、オンラインだとやっぱりすぐに気がついて、林先生を呼び止めてどうしたらいいんですかって聞けなくて、お家の方に聞くこともあると思うんですけれども、この時のお母さんのように答えてあげてほしいなというふうに思いました。では今回も最後に歌をお届けしようと思います。もう6回目になって、私のスマホに残っているリハーサル音源発掘シリーズは出尽くしましたので、今回からはカリンバのちゃんとレコーディングしたものからお届けしようと思います。 Apple Music や YouTube でもお聴きいただけます。カリンバでさくらんぼ。この曲は女の子が大きくなってお父さんのことを思い出しているというイメージを曲にしたものです。ではまた次回お会いしましょう。林先生でした。掴みた空
信じて胸膨らませてた大きい背中向かって追いかけて走り出す大好きなあの日